ちょっと病院行ったら筋が切れかかってる。眠なんか見たことあるかも。こんばんは、こんばんは。もうくるくるが入ったら1位かも。本当に言ってるんですか？ゆいやにも笑われてる。いや、それネタだって思いますよ。それネタだと思います。本当だからお疲れ。全体的にレベルが低かったの。そんなことないですよ。眠お腹すいた。くるさん、やっほー、イエーイ。いや、これ少しむずい。ファンサービス。狙ってボケるとか。でもクルクル結構眠い。なんか今日もずっと目でショボショボするんですよ、ね。あのそのサンキさん、サンキさんサンキちゃん、サンキさん、サンキちゃんがそうとかじゃなくて、普通になんか嘘をつくのがすごく苦手で、私はなんかだからなんかちょっと嘘っぽい反応、あ、違う、何、知らない体でやってとかできないよね、わかる？これ、この気持ち。あります。なんか、あーすごいみたいな、めっちゃ嘘っぽくなっちゃう。え、そうなんですよ、リボ読みになっちゃいます。だよね、なんか本当に、本当にびっくり しないと、びっくりしできないの。それでみんなに定時って感情こもってないよって言われるのが最近の悩みです。私大丈夫だよ、クルくんも結構そうだよ。誰がおるの？リエチ、リエチです。リエチ、ユニャン、ギュナン、サチ 2.5 度当たら一番頭いい。そうだね、昇格おめでとうございます。急に？そうだ、まだ一言も言ってなかった。嬉しい。おめでとうございます、くるさん。ショック人も仲良くしてください。もちろんよ。本当ですか？だって18歳コンビだもんね。イエイ、一緒に成人式しましょう。うん。した。しましょう、しましょう。4人でやりたいです。急すぎ、面白い。急すぎ。あ、田村、あ、うん、ら、森のさん、龍が本当だから大丈夫。龍が考えたタモリさんの本名じゃないですか。バズれるの見てました。ありがとうございます。とても面白かったです。今回毎回企画が面白くって楽しいです。ぜひ12月、あ、間違えた、2月28日、僕大公園来てね、来てね、頑張ってますよ。ゆいにゃんの初、うん、お披露目、お披露目、おお、いいね。高三の4人で仕事してほしい、したーい。したいです。高三カルテット、じゃあ一生高三でいないと。確かに留年しよう。ドキドキ。ドキドキがあるって知ってると寝れると思う。くまるパパさん、バレンタインクッキーたくさんありがとう。もうバレンタイン終わったのにさ、まだバレンタイン仕様なんだね。18ぐらいまであるらしい。あ、そうなんだ、長い。そうなんだ。私も今日渡したい。高谷さん、クッキーたくさんありがとう。今日やばい、めっちゃ唇乾燥してる。見てほら、すごいガサガサです、唇が。限界突破しちゃった。今日保湿しましょう、保湿。限界突破。田村重信さん、田村森信さん。リエが考えた田村タモリさんですか。結婚して、いやちょっとそれ本名じゃないので怪しいから結婚できません。もう本当に悔しい。ちょっとなん、もう一般教養がずるくないですか。本当にずるいと思う。スリー入ると思った。
え、DM 入ると思ってた。入る、自分でも絶対入ると思ってたもん。マジ悔しいです、本当に。もう信じらんな、本当に無理。もう泣き出しそうだよって感じです、本当に悲しい。こんな歌あったよね、この歌知らん。いつも家ではこんな感じです。この歌知らない誰か。ごめんなさい、無視してください。かわいい。ドラマ、え、寝たっちゃ寝た。私ちょっと前に12時間睡眠しちゃった、やばい。ドラマ限界がどんどん上がってきてる。それ思った、なんかちょっと体力がなくなってるというか、なんか年を感じた今日。Z世代ならタモリさんの本名なんて分からんと。え、だってさ、そもそもさ、タモリさんはタモリなんとかさんじゃないんですか。タモリさん分からんよ。ドラマは1リットルの涙みたいな。知らんでしょ、みんなとサイトも分からんって。お風呂確かにゆっくり使おうかな。髪の毛上げるとバブリー。でちゃ、頭いい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。私そう、いいとも見てないですね。いやでもなんかいいともってあのライオンのやつですよね。クルクルトーナー来てきました。あ、ライオンのやつ知ってますよ。ライオンのやつ見たことありますけど。いいな、ミキさんソロコンサート楽しんで、ちゃんと営むね。頑張ります、出演できるか頑張ります。森田なんですか、哲司さん、森田一義、ね、さん。前髪、私はトラ前髪薄くする思った、思う。タモリは森田さんだよって来てる。森田さん多分めっちゃリエチのリエチの話がみんな気になってる。めっちゃ重い。なんですか、タモリさんの話は。タモリさんの名前です。森田和義さんの話です。タモリさんはいいとも見てないとか、ジェニギャすごいって来てる。え、くるくるも見たことないかも。笑ってこらえて、笑っていいと思う。あれ、笑っていいと思う、笑ってこらえて。え、笑って笑ってこらえてがタモリさんのやつ。え、それあのライオン、あのさ、黄色と緑のライオンになってないんですか。 え、知ってますか、クルさん、あの黄色と緑のライオン。え、わかんない。わかるんですか、うん、嘘、なんで笑ってこられて。あ、所さん、え、あ、タモリさんが笑ってこられての人か。あ、あ、違う。笑ってこられたらタモリさんだって。違う違う、所さんでした。やばい、ブラタモリ、ブラタモリが、ブラタモリ、ブラタモリが、ブラタモリって何ですか。ブラちゃんのこと言ってんのかと思った。いやいや、やめてよ。急にさ、ほんとに。ねえ、ほんとに。リーチ攻めるね。攻めます。コンプラ？一般教養が、一般教養めっちゃ嫌い。笑、あ、笑ってこられたところジョージさん？笑ってこられてなら知ってる。笑ってこられて。でも今ないよね、多分。笑っていいとももあるんだ。笑っていいと思って笑ってくれてるんですか。笑って許してもあるらしいよ。笑って許して、あっこさん、ね、うん、シリーズじゃないのかな。え、笑って走ってもありますよ。え、本当、え、本当、本当ですよ。走るの、地域、地域ギャップですかね。あー、そうかも、うん、まあ嘘、嘘ですけど。そんな番組見たことないですけど。やばい、面白いです。そう、タモリさんちょっと M ステのイメージが私もめっちゃ強い。分かる分かる。ですよね、タモリさん。でも老けないイメージ、なんかずっと変わらない。え、顔分からなくなるですか、だってタモリさんサングラスかけてるから。めっちゃ笑うやん、めっちゃ面白い。え、なんか出したい一般教養から問題出して。出しますね、なんでも。バチ怖い、クルさん頭いいらしいから、うん、1位取れるよ。ブラタモリ今年度で放送あるんだって。え、今年度なんだ。空耳アワーもタモリさん、え、髪切ってないよ。あ、雰囲気いいね。あ、アッコさんの歌だって、笑って許して。あ、なるほど。あ、歌なんですね。笑う犬ってのもあった。叩いてかぶっても、あ、それは聞いたことある。
楽しいやタモリクラブ見たことないですね。すごい冠番組がたくさんあるんですね。タモリさん笑っていいとも結構前だわ。とでも見たことあるわ。え、笑っていいと思ってあのライオンのやつですか。誰かライオンのやつ何の番組か教えてください。手がしてあの黄色と緑のライオンのやつです。全然わからんのだけど、パーンお昼なんだ笑っていいと思って。なんで知ってんだろう。え、じゃあ私が見たことはやっぱ笑っていいと思って笑っていいともがこのライオンのやつです。お昼に詰めてるんですよ。ああ私が見たことあるの笑ってくれてる。なんかようこそ新婚さんみたいな番組。ああ知ってる。え、ありますよね、うん、あのあるぐらいの時間帯にやってませんでしたっけ。あ違う別のその関わりがあるのかと思ってあ一般教授から教えたい。バチコイ。あとそうですね、知ってる番組なんかダーツの、うん、ダーツの旅とか知ってますよ。こんばんは。こんばんは。一般教授まだいただいてない資料。じゃあ、うん、それこそえタモリさんのあじゃあクロちゃんさんのなんか所属え事務所じゃないかどこだったっけ。黒川明人さんあのなんてユニットユニットあ待って安田大サーカス。えもう一回ですか。安田大サーカス。あ、あってはすごーい。すごい、え、すごくないですか。お笑い詳しいんですか。なんか好きで見てた。昔。それかなりすごいと思います。いや、分からなくて団子さん兄弟って書いちゃいました。これはでも番組では触れられていないのでここだけの秘密。やるやん。すごいのか。確かに。これが一般教養？あ、そうです。そういう問題が出ました。すごいめっちゃ似てますね。ねえ今のめっちゃさボイムえボイムでした。もうやだ気をつけよう。じゃ感情を込めて言うの。めっちゃおもろいんだけど言います。ねびっくりするぐらいボイムだったけど。これいけると思う。これいけるかな。くるさむずいくずくないこれ。えいけるよ聞いてみ。じゃあ、クルさん、うん、太陽系の惑星を太陽から近い順に並べたとき、うん、惑星を全部言いなさいってやつ。8個。これ理科の問題でした、これは。そうですね。待ってよ。水金地科目の展開。ね。そうですね。フルで言いますか、ちなみに。水星。はい。金。金星。はい。地。頑張れ、頑張れ。いや、住んでる住んでる。地球。ダメだよ、そうやってヒント大好きやろ。火星、火星、木星、うん、土星、うん、天これ何ていうっけ。天王星みたいな。天王星で、ラストか海王星。お、正解です。すごーい。これ何人やってたっけ。2人か3人か。3期生はこれ私丸ついてました。この問題本当ダディだっけ。これでもさ、そんな僕なかったはず。なんかさ、いちごしか合ってないみたいな感じじゃなかった、ね、だったよね。丸ついてたんだけど、その問題ゆいたもついとる。本当なんかミスがあったのかな。かわいそう。合ってたのに合ってたのに。あ、これじゃあ合ってたのに間違えたことにされてます。私本当に悔しいです。本当に。じゃあ次くるさん。はい、人間や動物が外界から感知するための五感を全て抱えなさい。五感ね、はい、ちょっと待ってよ。ね視覚。いや漢字も合ってました。漢字も合ってたんですよ。はい、味覚ちゃんと丸ついてました、はい、触覚。はい、今やってよ。嗅覚。そうです、正解です。おー、嗅覚。で誰かも錯覚って書いてたよね。幻覚か。ヒータンじゃない、そう、ヒータン幻覚と書いてたよね。聴覚、味覚、視覚。天才、ありがとうございます。ありがとうございます。一般教養。そうなんですよ、悔しいです。本当になんで合ってるのに、なんで丸ついてたのに、なんで私ダメなんですか。意外だ。
意外と意外とですね、やっぱリアっていうの全部食感のやつが出てきた食感食感食感ってね食感食感それ何の曲ですか。セカラシカマイカーさん。おあ、というかあ、クルクルがすごいんじゃなくてサンキちゃんがやばいって書いてるコメント欄。え、じゃあクルさんが受けてたら1位ですかね。まあね、あらま、あらま、まあね今出した問題、シェット率低いやつでさ、あ、本当にだから注意を得そう。じゃあクルさん、あれは分かりますか。敵はなんとかかんとか。えこの問題さ、なんて説明だったっけ、文章。分かって、探すわ。うん、敵は殺すしか分かんない。え、なんで説明してるんですか、ゆーたんの。X 流れてきた。敵は殺す。あ、何正解。敵は本能寺にありです。ないリエちゃん合ってました。え、すごい。リエとイチゴしか合ってなかったです。でもえ、出てくるどっかでこれ。え、なんか時代劇とか見てたら、うん、敵は本能寺なりってめっちゃ、ね、正直さ、生きてて使わないから数学とか使わんから、うん、使わない図形とか、うん、基本的になんかあんま使何も使わない。え、使わないですよね、本当に。本能寺にありって言わない。確かに。いやでもクルさんが今後時代劇に、あ、でもクル、おだな、ちょっと待って、クルさんがそしたら言うことになっちゃう男性役みたいな。なんか本能寺の変の歌入りましたよね。本能寺の変、え、知ってますか。リエの妹知らないんですって。それ誰も知らないで。リエの妹が知らないらしくて。え、でも多分、え、もう一人誰かだった。ゆいにゃん、ゆいにゃん本能寺の変歌った。え、そう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 、流行ったよね、めっちゃ。あ、そういうことですか。え、そう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 、明智にしばかれる話、どうしてどうしてめっちゃ流行ったんですよ。皆さん知ってますか、この曲めっちゃ流行ったんですよ。え、首出てこなかったな、聞いてないかも。明智光秀役はオファー来ないな来たらやばいよね相当クルクルがイケメンだったか。でもクルさん、ダンスとか見てみたいし、ちょっとあ、ほんま、はい、ね、北沢くんかっこよかった。あ、あるの。え、ね、ゆいなのダンスマジかっこいいんですよ、本当に見たし、めっちゃかっこいいです。多分クルさん惚れちゃう。惚れちゃう、惚れちゃうからダメ、惚れちゃうから、惚れちゃうからダメ。中学でも高校でもしました、文化祭で。え、ゆいにゃんさ、うん、これまだやってんの、モテクイーン新人。いや、昨日で終わり。あ、そうなん、なんか出てくるんだけど。出てくる、そうなの。うん、まだ出てくる。ね、やってないじゃん、順位は書いてあるから本当に。ね、めっちゃ懐かしいよね、これ本能寺の変のやつね、超懐かしいです。ラッスンぐらいとかもめっちゃ流行ったよね、知ってるよ。懐かしい、うん、クルクルダンス。最近は何のお笑いが流行ってるんですか。お笑いというか最近の流行りは何ですか。ちょっと猫ミーム以外でお待ちしてます。ありますよ、痛い、いいですよ。苦しまやさお、ちょっとはずいよ、なんか苦しどういう名前。やさお、今エクスプロージョン TikTok で千の息が流行ってる。なんだっけ千の息、なんだっけ。ねむねむ、千の息お茶の人です。めっちゃ余っちゃうか。のくろくこれ聞いたらちょっと鳥肌立っちゃう。さきちゃんことわざとかも知らないっぽいな。ことわざって何があるだろう。犬も歩けば棒に当たる。うん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 、制服なんですよね。見たい、でも見たい、制服だから。え、かっこいい、なんか全然違うね。ユイヤンのダイソーダンスをめっちゃかっこいいんですよ。全然違う、なんか雰囲気変わる。え、ちょ、これは北沢くんよりもかっこいいと思う。リーは やったイチゴ傷ついてるか。イチゴ見られてたらどうしよう。一応人間バンジー、何それ人間バンジー。え、採用が何でしょう、採用が。え、
何ですか、採用がって。採用がなんとかっていう、ね、ことわざなんかあるの、言葉が。で、その採用がなんとかに入るなんとかを答えて。動物、動物。採用が動物、じゃあ、うん、馬。あ、正解。ええー、猫って言おうとした。あ、かわいい。最後猫。広島リアルでは男装していくね。もともとは男性じゃないですか。最後パンダ。パンダって漢字で書いたらどうやって書くんだろう。徳川十五代全部言える？誰か。言えない。言えません。徳川家康、徳川綱吉さん。あ、綱吉。徳川重信。家光とか見ませんでした？人に言えば当たりそうかも。ね、うん、道長。道長いるよね。道長、道長やばい人ですよね。そうなの。そうですよ、道長。え、やばい人じゃなかったりしたっけ。道長は藤原さんやって。藤原の道長か。じゃあ道長いないんだ、徳川に。え、そうだ、なんで藤原誰の子がいる。どこのお家の人ですか。藤原のか。やばいやばい。ちょっとね、歴史はね、あんま分かんないんだよね。家康、秀忠、家光。あ、家光、家光分かる。お好み焼きなら徳川。混ざった。5分だけ配信しよう。マオさん、アベマ見たよ、ありがとう。最下位のひーちゃんだ。今回は学力テストでした。めっちゃ楽しかったです。ひーちゃん4位でした。ショックです、本当に。最下位のひーちゃん。最下位です、こんにちは。いいよ、堂々としてな。そうですよ、1位ですからね、普通に考えて。そう、え、そうなんよね。そうなんですよ、後ろから普通に1位、すごいことですから。ナンバーワンね。ありがとう。朝だけします。ねえ、5分、うん、5分だけ。朝したから。そう、あ、そうなん。朝したが一応置いていくの時間だと思って。置いていくのいい。帰っちゃうの。置いていくのいい。ペイチ時代劇何役。チャッチャがいいですね。チャチャって誰の。チャチャって言いますよね。チャチャ、チャチャがいいです。チャチャ、チャチャやりたいですね。ポジティブだよ。ポジティブだよ。ポジティブだよ。ダメ、敵が。じゃね、次が止まらない。今日夜ご飯何、グーさん今日夜ご飯何食べますか。予想通りか。え、めっちゃ今気分は牛丼食べたい。わ、めっちゃいい。ね、食べたい。やばいやばい、お腹すいてきた。やばいやばい。奥田くんが言うとき、え、みんなチャチャ知らんの。本当にもうリアの話についていけないみたいな。頭が薄すぎて。北沢くんより奥田くんの方がイケメンって言われたから、もう嬉しいから。チャ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 、みんな分からんみたいです。私も分かんない。やっぱ頭良すぎてみんなついてくれないみたい。好きや、吉野家。え、どっちも、え、わかんない。違いがわかんないから。なんか中尾のなんか唐揚げ丼みたいなやつがめっちゃ美味しいんです。行ったことない。あ、クルさんゴチになります。クルさんゴチになります。本当ですか。いや、先輩なんで。ひーちゃん21だけど、頭は12歳だから、ね、女性の歴史人物。え、クルクル結構、本当に。あ、じゃあわかりました。すみません。私はじゃあ細川ガラシャさんでお願いします。なんかめっちゃあの綺麗な人らしいので細川ガラシャさんになりたいと思います。松屋、松屋知らないかも。めっちゃおもろい。こっちからもこっちからも声かけてきて本当面白い。投票希望でした。ブロックだ、ブロックだ。え、いっぱい配信。まさかそんなに配信してる人がいるとは。出たよ。
そうです、細川ガラシさんです。細川ガラシさん、みんな知ってますよね。ねねは知ってますかって、リア友ですか。中尾の牛丼、中尾に牛丼あるんだ。中尾でもガラシさんはめっちゃなんか綺麗な人だったらしいです。眠たい、くる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 眠たいよ。あ、あさっきならさ、こういうのだはず。さっきだら。やめて。意地悪。ラブラブして。寺井さん、頭いいりえちゃん大好き。ありがとう。あ、かって好きなのに大好きとか言っちゃった。ありがとうございます。今度好きになってください。頭いいので。だるくるくる見せようかライン。いや、私な、え、惜しい。読み上げるよ。違う。くるくるとのライン。マジで。あ、え、違う。読み上げてあげる。え、これで判断してほしい。逆に。おののこまちって。くるくると私のライン。お風呂す男性じゃなかったでしたっけ。違うけど。いや、騙されないで。読み上げますね。え、いいよ。本当に騙されないでね。ちゃんと聞いてね。ちゃんと。安田大サーカス。夜に帰ってホテル帰り道に温泉行く。今帰ってる11時50分くらいには着きそうなんだけど大丈夫？それでもいいなら行きたい。大丈夫？ほら、え、なんか、え、飛ばしてる、なんか飛ばしてるよ。飛ばしてる、飛ばしてないよ。くるくると飛ばしてるじゃん。温泉行く？今帰ってる。でも一緒に入るのキモいかな。今更？いや今更すぎ。入ろうよ。私も温泉普通に入りたい。じゃあ入ろうだから。最初に誘ったのはくるくるじゃん。だってだって私隼人さんとのやつがあったからめっちゃ遅れてホテル帰ったんですよ。くるくるはめっちゃ帰ってるからお風呂入ってもいいのに、なぜか私が帰ってくるの待ってるんですよ。これ待ってて、待ってないで、温泉行って、待って、わざわざ LINE してくるの、まあ、一緒に帰ってるなら、一緒のタイミングでホテル帰るんだったらまだわかるけど、ちょちょちょ、私は私が帰ってくるの待ってて、温泉行くって言ってた。違う、私は食べ物買って、まあ、まず部屋で食べるやん、その夜ご飯食べ終わって、よし、タイミングもいいタイミングかな、あ、ハヤトさんの話終わっとるわ、そろそろ帰ってくるんかなってことで、で温泉入ろうかなと思ってね、一人でね。でもあずみんが入ってきたら気まずいやん。その私が入ってるところに入ってきたら気まずいから、温泉行くって聞いたら、なんか行くみたいなで、一緒に入ろうみたいなノリで来たから、私はちょっと、え、これなんか一緒に入るのキモくないみたいな、今更みたいな LINE をしたら、それは今更だよ、入ろうよって。でどうもどうも、あずみんだよね、そってない。違うよ、ラブラブです。自分からほら書いとるでしょ。いや今更すぎ、自分から言い出しといてあんたから言い出したあんたから、だるだる、あんたから言い出した。あずみんからですよ、普通に。リエチが呆れてるぞって。呆れてないでしょ、めっちゃ興味津々でした。今めっちゃ棒だったよ、めっちゃ。またすぐ棒になって、棒読み好きだからいいよ。ひどいんだから、すぐ棒読みになっちゃうんです。あ、じゃああずみん一般教養、え、一般教養、なんだっけ、地球から、あ、違う、あ、8個、うん、地球から8個。惑星を8個答えろ。地球、あ、順番で、え、順番って何の順番。多分太陽に近い順だった気がします。あ、私無理だったわ。太陽に近い順は月、地球、木星、火星、土星、水星、天王星、冥王星、どうですか。え、最後の最後、月やば。いや、月は入ってないです。月ないんですよ。なんで。え、水星、金星、地下木、地球、火星、木星、土星、天王星、火曜星、冥王星。ボケただけだよ。みんなボケだよ、これ。もう一つなんだっけ。難しい。もう一つなんだっけ。何出してきてくれたっけ、くるくる。あったっけ。あ、
五感。あ、五感。うん。はい、人間の五感。はい。なんか見たよ。触覚。味覚、聴覚、嗅覚、まあ、何個言った4つでしょ、何個あるっけ、触覚、味覚、嗅覚、聴覚、あ、視覚、あ、そうです、正解、正解、まあ、これは答えると当たり前なんで、あ、じゃあ、あずみさん、バイリンガルの意味わかりますか、バイリンガル、バイリンガル、バイオリン弾けるから天才バイオリンやばい、言語以上話せる人、あでしょ、ボケただけ僕が弾いたバイリンガルイケメン講習長で答えたんです、やばいよね、弾いたんで、しかもちゃんと使われてるしね、そこね、やばい、なんでイケメン講習長なん、バイリンガル、あんまり好みかもしれない好みかもしれない、やばいから。まずいやん。バイオリン弾けるがあるかと。イケメン高身長おもろかった、本当に一番おもろいかもってぐらい面白かったです。何ですかクレさん。スクショタイム。あと何かあるかな。パシャ。何かあるかな。一般教養。うん、何かあったっけ、あずみ泣かなかったね、ボケですよみんな、何の題だったっけ、うーん、名前以外のやつだったっけ、リーチ来て、リーチ来ます、うん、13、待てた、18歳トリオ、めっちゃ簡単なの、数学から三角形の求め方、あ、それはいきます、あ、底辺×高さ割る2、 OK です、数学はね、なんかあるかじゃあクルさん、私もいいよ、お願いします、なんかあるほど、いい、じゃあ1、8、8、10、カード、おぉ、音もいい、はしゃ、ありがとうございます、なんだっけ、敵は何とかにありして、本能寺、あ、行っちゃった、あ、いいよ、じゃあ敵は、敵はくるくるの下手かも、なんだっけ、問題、どんな風に問題とか思い出せんのよね、そうそうそう鼻声で可愛い敵は明智光秀が言った言葉だった気がする、敵はそれでは、誕生日言います、じゃあ、ゆいたんが答えたら何でしょう、ゆいたん、うん、敵はで、もう時間、俺ちゃんと後輩を見てるからわかりますよ、あ、確かに、敵は、あずみさんで、意識なさってるかな、え、もう時間ですか、もう56や、あらま、やばい、じゃあ、固まってるねん、クルさんが誕生日終わったら、誕生日見ますね、え、待って、メール送ってるんだよ、今、そんな、あと4分、13位に、おいでます、元気さん、ありがとう、12位マシンガーさん、ありがとう、11位パステルさん、ありがとう、10位長谷川さん、ありがとう、9位ミサミさん、ありがとう、8位イシケヤマシンさん、ありがとう、7位ジェナカルさん、ありがとう、6位中太郎さん、ありがとう、5位ヒロさん、ありがとう、4位トウモロコシさん、ありがとう、3位タカヤマさん、ありがとう、2位クマリババさん、みんな読んでるから、1位ルパンさん、ありがとうございました、じゃあねー、おやすみなさいでした、あ、X 投稿してないので早く寝ます、バイバイ。